方じゃなかった。お前やってみろ。そう、そういう感じだった。じゃあやりましょうっていうんで喧嘩を受けて勝ったということですね。そうしましたら、ちょっとそのなんか町長の、それはなんで町長が出てくるかというと、あの大阪の33箇所にある観音巡りというところが最初の講座なんですね。33箇所の一つのお寺に長泉寺という、ね、長の泉のお寺というのが今実際にあるわけですけども、そこが出てくるんで、そこのところに町長が出てくるんですよね。ところがそのなんか30秒とか1分やってくれるのかと思ったら、どん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 、侵略されましてかなり長いものがこうどん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 生きてきちゃったということですね。だからその観音巡りの冒頭からずっとこの、ここで見るです映像はあの塀の竹針の塀みたいなものですね。であそこから水がこう流れていくんです。そういうモチーフが、まあ、そこから転用されているのが今回で、どこにも、多倍もの映像作品のこれが曽根崎心中の、こう仮の姿であるということどこにも分からないんですけれども、実際はそういうことでここに来た方々だけが、今種を明かされるという状況なんです。であの何よりもそのインスタレーション作品を作ろうと思ったきっかけが、うん、その水元文楽に参加させていただくことになってから、文中さんの足立さんから文楽真珠で何か作品作ったらって言われたことが、まあ、ずっとなんとなく引っかかってたんだけど、でもこう登場するおはずには全く記憶ができないし、その特命なんかみたいな気持ちがこう高まっていく中で手紙を書いたんです。でそれを木本さんにプレゼントしたら、おはずから のお手紙を持ち帰ってくれて、おはずに届けてくれて、持ち帰ってくれて、その内容が非常にその私が思ってたその、まあ、おはず像と大きくかけ離れるわけではないけれど、その状況、そのおはずだけじゃなくて、その周りをこう、取り囲んでた状況とかいろんなものを想像させるようなもので、でそこからそのおはずっていうものがこう引っ張り出されたというか、自分にこう引き寄せることができて、でその以前、私がこうモチーフにした悪人という小説の金子美穂とこうオーバーラップさせていくことで、とてもこう自分に納得して納得させることができるようなものになっていったので、結局はその手紙にその触発されたというか、今回の作品の、はい、制作動機になったそうなんです。なの で本当に、まあ、タバイモさんはですね、そのヨーロッパ公演がタバイモ作品と一緒に終わった後で、あのなんであんなおはつはあんなくだらないですね、トッゲみたいなヤバな男に、付き合って騙されて死んでいくのかと、もっといい男がいっぱいいるんだよっていうような手紙をここに、ね、書いてあるんですけどね。でそれについて、まあ、おはつの、いやそんなこと言っても私はもう惚れた弱みで、もう江戸時代の冒険道ではこれしかないというような手紙をお初に代わって僕がタバイモさんに書いたと。で、まあ、今回こうだから連鎖反応でいろいろなところから、タバイモに噛みつかれて、なんだあれはって言われてたと思います。で、まあ、成功裏にヨーロッパ公演も終わって、世田谷公演も終わって、まあ何かお礼をしなくちゃ、まあ、ちゃんとあの、相応の経費は払ってますけどその他に記念品を贈呈いたしました。でその記念品というのがあそこに飾ってあります、プラスチック製の急須で開けると茶室になっているという、僕が命名しまして万事急須という名前の、急須なんですけども、今日はそれの贈呈式を正式にまだねやってないので、その時に箱書きもしまして、それでこの、ちゃんとこの顕彰状というのをこう厚いてきたんですね。ですからこの正式にこの顕彰状を今読みまして、お礼の急須を河合野さんに差し上げるという次第でございますではよろしいですか。はい顕彰状河合野様、貴殿に君一等菊花褒章を授与し、この君とのクンというのは香りという匂いという同時に記念品をここに授与する。記念は平素より芸術生活に励み、
日本国の文化の発展をその向上に多大なる貢献を果たし、その影響の及ぼすところ万国に渡るに至る。我が国の文化状況が万事休すにある現今の現状に鑑み、特別性休すを呈し、もって一層の奮励を期するものとする。平成24年11月24日、小田原文化財団江ノ浦測候所所長、杉本博史。以上にて、授与式を終わらせていただきます。休すはあちらの入り口のガラスに万事休すということで入ってますので、ぜひ。これはね、タバイモ作品と非常に似てました。全部閉じるとプラスチック休すになるんですけど、開けるといろんな仕掛けが中から出てくる。で、茶室なんですけど、4畳半の茶室 で季節によってこう中にこう紙芝居のようにその風景がスライドして入ってくるんです。今これを、はい、靖国神社の骨董市で、実は3000円ありがとうございます。というわけで、どうもお引き止めして失礼になりました。